じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ今日はですね、三重にある大盛りのご飯のお店にですね、早速行こうと思っておりますので。なんでそんな大盛りを選ぶの？店主とまで大盛りって気づかなかったんですか？大盛りや。いや、そうなんですよね。いや、ちょっと美味しそうやなと思って、ひょっとしたらイメージしてるよりかは小さい可能性があるんで。いや、大丈夫大丈夫。そこは何が有名なん？あ、なんかね、チキン南蛮をやたら頼んでんねんな。そう、ひょっとしたらチキン南蛮が有名なのかもしれないし、有名じゃないかもしれない。ちゃんとね、店の情報を、ね、仕入れて映像じゃなくて、ああ、映像じゃなくて言葉で美味しく見せるように言わない。ああ、難しいね。それ逆に自分はできるんですか？あたらにされたタルタルソースが鶏にかかってチキン南蛮美味しそうです。卵の酸味と鶏の甘みで芳醇な香りが、しまる。へいへい、行ってくれ、レクサス。やめてもらって、恥ずかしい、恥ず。おー、初心者みたいになってるから俺。えって。深いな、初心者。支えてもらってるやつやん、それ。それずっとまっすぐやな。まっすぐ？うん、ずっとまっすぐ。途中、君途中。見ぬふりされるやん。ほら、おるで、ヘビックな。捕まえないでください。俺もペコってしたら向こうもペコってしてた。あ、してた。あるけど、分かりづらいって書いてあって。あ、並んでる。あ、で、これが P や、ここ。あ、なるほど。フォークうまそう。どれどれどれ。どうしなあかんの、こんな量大丈夫？敵の方が分厚い。敵の方が分厚いだで。本命来たで。こっちかぶよ。美味しかった。あ、美味しかったですね。ポークステーキと、何代さんは？あ、俺ビフテキ。イさんは？A ランチです。あ、何聞いとん？何だ？した？お前ちゃんは、床に落ちた味噌汁をする。どっかの誰かさんがボウフロを倒すから、ほんま。いや、あれはテーブルの上のやつが悪い、あれ。終始ね、ちょっとなんか申し訳なさそうな感じで。あ、こぼしもうたなぁと思って。隣のマダムもこぼしてました。ごめんなさいね。多分味噌汁あれ倒れやすい形状なんでしょうね。ねえ、良かったんやけどな。ご飯なしでって言っても、こんだけお腹がいっぱいになるのは想定外ですね。いやー、ひいさんには白米食べてほしかったですね。絶対に無理。大丈夫ですよ、この後鈴鹿スカイライン走るんで、だいぶカロリーそこで消費できるんで。まだな、タイプになってて消費できるカロリーなんてあるんですか？いやー、もうあれ、これ全身運動なんでね、これ。通行規制の雨か。そうそう、雨が強かったらね。あほんまに君初心者か。すいません。あの、この先な、下り坂のところな、コーナーがあるんやけどな、水たまりちょっとあると思う。え、あ、ちょっと怖いじゃないですか。
あの、その水たまりの上でアクセルガーン踏んだらなんよ。わかりました、ありがとうございます。おじさんの日の前にはならんといてくれな。あ、そんなことがあったら、怪我とか大丈夫やったんですか。もうすごいで、ね、体バラバラになっちゃった。今まで、今もうバイク乗ってるんですけど大丈夫なんですか。あ、大丈夫、裁縫セットで治ったから。もう僕も気をつけて走りますわ。ありがとうございます。気付けな、若いの。ありがとうございました。あ、バイバイな。あのおっさん絶対嘘やだ、お前絶対嘘や。バイク乗ったことない。あ、ちょっとずるずる、動いてくれてくれ。あのコーナーや。絶対あのコーナーや。やっぱおじさんはほんまやったんやね。こっちですよってなったり。あ、これダメで、ここお土ダムやで、ここ。あ、来ましたね。もうちょい先。これですか。あ、これっすね、これっす、これっす。はい、あります。言えよ。あ、いやいやいや、はい、みんな無事到着やね。どうしよう、どうしよう。向き、こっち向き。ミヤンマイ不調ですよね。膝が出てくれんから俺足を。右足。あらら、あ、右足を振るところやった。でちょっとダムの下行って撮ろうかなと思うので、ちょっと時間が押してるんで、もうそのままカフェの方に向かいたいと思います。スクリーン、ちょっとここがね、見づらいんですけど、ここのダムのこれがすごいんですよね。この手前のね、これがすげえ。ちょっと見えねえわ。ダム見えんかったな。ダム見えんかった。あ、ダム見えんかった。あー、ああ、見たらいいんや。ああ、もうさよならや。24号線に入れます。あ、そうなん、俺らまっすぐやわ。今日は楽しかった。一回も途中で切れて仲間外れされたけど。これは台本であって、これも台本、バイバイ、これも台本。あ、またみんな覚えてくれな。帰っていったわ。いや、セミファイナルやったな。あ、あれほんまに脇から出てきたら笑うよな。出てきたねみたいな。あ、みんなする怖いね。入ります。はい、ボタンさやんけ。おめえよー、男子やんけ。君は先に。あ、チーギュー早く。チーギュー早く。あ、だけど、行ってからお待ちください。はい。あ、はい。結構。それこの砂時計が落ちるまで静かにしてる。いただきます。あ、砂時計全部落ちた。びっくりした、ほんまやけど。どうや、あ、ここからさ、おいしい、うん、塩聞いてるか、塩聞いてるか、おめでとう。うん、右行けるよ。さっき車右に向かって走ってました。あ、本当ですか。オッケー、オッケー。おい、ハーレー止まってるし、俺は古き良きアメリカを再建しようとようやく分かったよ。あんたが本物のクズだってことかな。本当を黙らせる。いやー、美味しかったですね、ケーキもね。はーい、あー、トーストも美味しかったですね。美味しかったです。あ、スコーン食べたかったな。持ち帰りやかんって言われました。ね、残念ですね。食べたらよかったんちゃいますか。やっぱ頼んで全然入りましたね、いざ食べてみたら。あ、このウォシュレット温水ついてるわ。ヒサなんかウィンカーで遊んでました、今なんか右に左に。違う、あ、昔の方たちは右にひじき出したら右止まってるから直そうと思ったら真ん中に手動で戻さなあかんの。止まったとこ反対に行かんように真ん中にこう、こう力技を、力技力加減をせなあかんのですけど、はい、若干かじかん出てる。アモニーダブは朝から止まってない。どこ？あ、ほんまや、バイトの子のやつじゃん。今日も楽しくツーリングできたね。
しかったです。はい、じゃああとは家に帰っていきましょうか。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またチャンネル登録高評価よろしくお願いします。左はい、ではまた皆さん次の動画でお疲れ様です。お疲れ様です。さようなら。待ってるなって、もう消えるよ。もう俺は生きてる。お疲れ様です。もう早く止めたってくれやろ。俺は生きてる。あ、目的地まで37キロあるけど、まだ。あ、切れた。あ、切れたわ。